次の列車までしばらくあるので、洞爺駅の外に出てみましょう。イブリの国、まだ内浦湾沿いを走っていますので、駅から歩いてすぐのところに、海があります。苫小牧まではこんな感じでしょう。ウミネコでしょうか、たくさんいます。地元のお土産屋さんで食べ物を買って、駅に戻ってきました。この後の列車で食べたいと思って買ったのです。ちょうど札幌行きの特急列車も撮影できました。キハ261系、先ほど乗ってきたキハ281系は、もうスーパー北斗として活躍している姿も多くは見られず、この車両が今では主力で活躍しております。塗装も新しい子のようなものになっておりますが、かつてはキハ283系と同じ塗装でありました。個人的には正直前の方がかっこよかったのですが、この塗装は、キハ281系設計当時、候補に上がっていた塗装でしたかね。確かそうだったと思うのですが、とりあえずキハ261系はほとんどこの塗装では知っております。また、この車両に振り子装置は搭載されておらず、制御式車体停車装置で、しかも今は故障かなんかで使用停止状態にあり、高速運転がしがたくなっているのです。キハ281系の方が、まだ優秀だと言わざるを得ないようですが、乗り心地はこちらの方がいいのでしょうね。乗車する列車もちょうどやってきたようです。なんか思っていた車両じゃないのが来ましたが、あの北海道のキハ40、白地にライトグリーンとブルーの帯を巻いたやつではなく、新塗装になってきたようです。ちょっぴり残念。停車位置も全然違って出遅れました。この時期ですから、乗客も多いのをすっかり忘れておりました。ボックスシートは空いているでしょうか。しかも停車時間が超短い。ギリギリセーフでした。なかなか余裕がないんですね。ボックスシートは窓側が埋まっている状態でした。ロングシートは比較的空いておりましたので、ここに座ることにしました。この列車は洞爺駅始発ではなく、隣の豊浦駅始発だったようです。だから結構乗車率が高かったのですね。小腹が空いたので、こんなものを買ってきました。国鉄時代のロゴがそのまま残った扇風機です。この車両は非冷房でしたっけ。終点の東室蘭駅に到着。もう12時を回りましたので、ここでお昼休憩を挟みます。ちょうど乗り換えも1時間以上ありますからね。そしてまたキハ261系と対面したので、撮影しておきます。この車両の公衆灯を琵琶湖線で見たので、現役で活躍しているところを見ますと、あの時の車両が遠く離れた北の大地で走っているんだなぁと感慨深くなるものです。乗車率がかなり高いですね。スーパーホットはいつも乗車率が高いと伺っております。次に乗るのは、この13時23分発の、苫小牧行きです。東室蘭駅も、長万部駅のように広大な敷地を有しております。側線の数が多いですね。この塗装はなんだか、田沢湖線を走っていた、特急駒草なんかに使われていた485系の塗装に似ている気がします。そう思うとこの塗装もなかなかいいものですね。要は捉えようで何でも印象が変わります。やってきたのはキハ141系です。この車両は1990年に登場し、殺傷線、学園都市線とも言われておりますが、その路線の輸送力増強のために投入されたようです。この車両は、当時道内で余剰となっていた、50系客車を改造して作られた、なかなかすごい車両です。そう言われるとどことなく、客車列車の雰囲気が感じられるものです。車体側面の行き先表示は3色式の LED のようですね。今回は2両編成で、車内の混雑は回避できそうですが、いよいよ札幌が近くなってきたという実感が出てきます。
ワンマンだから全部のドアが開くわけじゃないのかと、一瞬ドキリとしましたが、この駅始発なので、すべてのドアが開くでしょう。2プラス1列シートでしたか、一応海側の方を選びます。窓の大きさも客車っぽいですね。入線時間が早かったので、乗った時はガラガラの車内でしたが、発車時にはなかなか賑わっておりました。やっぱりこの時期は混みますね。終点の苫小牧駅です。苫小牧からは千歳線に乗り換えて、いよいよ百万都市札幌に着きます。終点の苫小牧駅に到着。苫小牧港はよく知られており、フェリーで北海道入りする際にここに来る方も多いようですね。苫小牧で室蘭本線は終わり、内浦湾とはおさらばして、この先は千歳線でライト海札幌まで直通します。次の乗車列車です。電車と言いましたが、東室蘭からは全角間となっており、ここから札幌までの普通列車もこの201系電車での運行がメインとなっているようです。201系は JR 北海道が誇る協調運転にも使用される電車です。車内はボックスシートからロングシートに変わり、車窓が楽しみがたいのが残念ですが、まあ札幌まで1時間ほどで着きますからいいでしょう。乗り心地は良さそうであります。ところでこれは789系の特急スズラン号です。先ほど東室蘭から電角間になったと言いましたが、東室蘭から分岐している室蘭駅へ続く路線があり、そこも電角間なのですが、この電車特急が札幌から室蘭まで結んでいるので電化されていると思われます。この特急列車は乗り得の列車で、東室蘭から室蘭駅間は普通列車となり、特急券は不要になります。普通列車ですので18切符で特急車両に乗れちゃうんですよね。本数は少ないのでスケジュールとうまく噛み合わせるのが難しそうですがね。さて、札幌に向かっておりますが、車内は混雑しているので、このように少ししか車窓が取れなくて申し訳ありません。並走区間があったのでそこだけでも撮影しました。向こうは最新の733系でしょうか。綺麗な車体が目立ちます。そして札幌までやってきました。キリが良いので今回はここで終了とさせていただきます。次回は札幌から函館本線で旭川方面へ向かいますが、前述した通り立川から富良野線経由で参ります。夜の富良野線になり、車窓が全然楽しめないかとは思いますが、まあ楽に夜の富良野線を今後体験することはもうないだろうと思って楽しむことにします。それではご視聴いただきありがとうございました。